あ、これは冷凍品ですね。私の帰宅時間に合わせて溶けないように蓄冷剤を入れてもらってます。これはトイレットペーパー、コアのトイレットペーパーを箱買いしてます。重たいので使ってます。今のスマホで来週分の注文をしているところです。注文書じゃないんですね。そうですね、私はもうずっとこっちの方が便利で、もうずっとインフルエンザ使ってます。どういった時に注文されるんですか？時間ある時なんか子供が寝たってゆっくり注文するんですけど、忘れてしまってたり忙しい時なんかは仕事の昼休みとかにパッと済ましてしまうこともあります。そうですね、圧倒的に買い物にかける時間っていうのが減ったかなと思います。なんか以前は夕方仕事終わって、そこから子供を迎えに行って、スーパー行って帰ってきて、もう9時前とか、子供もお腹すくし、ぐずるしっていうので、すごくバタついてたんですけど、週に1回、宅配来ていただくことで、冷凍品とかも、保存がね、ちゃんと効くやつとかもたくさん買って、買い物をしなくても済むっていうのが助かってます。うん、重いものは。ですよね。そうですね、便利。そうですよね。そうそう、牛乳もコーヒーも、私油とかもなくなったら頼むし、トイレットペーパー、あとキッチンペーパーとか、ティッシュペーパーとか、かさばるもの、炭酸水とかも箱で買っておいてあるし、重たいものをお願いして。コープの宅配の手数料は、個人宅配なら1回のお届けにつき150円。また、すくすく便、まごころ便対象の方は50円になります。グループ購入の場合、2人以上の利用で手数料は0円。受け取りステーションの場合、1人でご利用の場合でも手数料は0円になります。ご利用開始は、お電話もしくはインターネットからお申し込みいただけます。コープの宅配は定番品や季節の農産品、お米やお酒などかさばる商品から便利な冷凍食品まで品揃えは多数。冷凍食品を上手に活用し、仕事と家事を両立される方、普段の買い物では大変なかさばる商品に利用される方など、皆様の生活に合ったご利用が可能です。皆様の生活が便利に豊かになることを、コープの宅配は全力でサポートいたします。